今はちょっとファウルとなってしまいましたね。素晴らしい右足の強烈なシュートが入りましたね。ナイスシュートです。伊藤選手は中野選手の連携もいいと思いますね。伊藤選手の同選手佐久間選手もコーというモデルが出ましたね。どうせともなく強いと思います。やはり井野選手のいいボールもそうですし、中村選手のコントロールも良かったですね。ラストさんということで接戦になるなというところがあったんで、その中で、勝ち切れたんで、良かったかなと思います。次の試合に向けて、そうですね、次は王者ベルギーなんで、しっかりと、チーム一丸となって、勝利目指して、頑張れたらなと思います。ゲームプラン的には、プラン通りのプランだったと思います。思ってた想定と違う部分が出てきてたんで、それなかなか試合中に修正がなかなかできなかったかなというところがあったんで、もうちょっとハマる場面が多くできるかなと思ったんですけど、なかなかハマらない場面の方が多かったなと思うんで、ただ次につながる勝利と、こういったパターンもあるんだなというところで、次につながる戦いにはなったのかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。今日試合お疲れ様でした。全体的に振り返ってどうでしたでしょうか。そうですね、全体的に、自分たちがやりたいことを、徹底して自分たちのペースでできたかなっていうところがあります。途中こうシーソーゲームが続いたんですけれども、うまく流れを持ってこれた要因っていうのは何かありますか。そうですね、その自分たちの形で、いい流れで得点できてたんで、そこが、一つ流れを持ってきた要因というか、自信持ってできたのが、そこかなっていう感じです。練習通りのゴールが多かったんでしょうか。はい、狙い通りにいったところが多かったので、それ良かったですね。次戦に向けて意気込みお願いします。そうですね、次戦は、前回大会優勝しているヴェルディ相手なので、やっぱ強い相手ですけど、自分たちのやってきたことを信じて、やっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。